オッケー。じゃあ次31やって、いや31だ、32か。オッケー、休憩したからテンションも変わって、生きてるけど落ちてくなよ。はあ、次33。さあ右左右左、これはちょっと落ち着けるな。だいぶさっきに比べたら。なんでやねん。油断大敵。おっ、ブッ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 、オッケーいけるんかい。はあ、さあどうぞ落ちてくるやろ。落ちてくるから分かってる。ダッシュすれば2個1で落ちてくな。落ちてくる落ちてくる落ちてくる。1111122223333333できた。333で来るなよって言おうとしたのに。あの、そんな小ジャンでできるの。いいの、ちょいジャンでいけるもん。いけた。ちょいジャンでいけるのね。大ジャン、大ジャンと小ジャン、小ジャン、小ジャン。よし、大ジャン、小ジャン。オッケー、大。もう一回やらしてー。小ジャン、小ジャン。そこは関係ないところ、ジャンプと関係ないところやで。ちょじゃん、ちょじゃん。それは中じゃん。もうあそこは別に相手通らねえんか。ちょじゃん。ここは大ジャンで、大ジャンで越せる。ちょじゃん。なんかここ中じゃんになっちゃうよね。オッケー、そうだ。もう最後よ。大小、それは小中ぐらい。それはゼロや。それは中かな。もうおかしくなる。それは全然あかんな。もうこの実況しとったらなんかおかしくなるな。多分見てる人もおかしなるんちゃう。責任は取らへんけどな、この動画見とっておかしになった言うとも知らんで。なんか変な落ち方したな。とりあえず取り忘れありますって。忘れ物をしてますぞ。バイで、うまい、うまかった思ったけどね。正解の道順はどうでしょう、どうでしょうか。どういきましょうか。どれが正解でしょうか。どれか教えてください。登れません。ここはあえて上から行こうでしたけど無理でした。下から行こうとしても届きません。下手すぎます。下手すぎてどうしましょう。いける、うまい、下手くそ。どっちや。マジでもうこの実況10秒で楽やけどしんどい。どっちっていう。あ、泣いてー。もう忘れた。何言ってるの自分。何言ってるかもわからなくなってる。いけたね。
落ち着いて、今日落ち着きすぎもダメよ。10秒って短いようで長いようで短い。ちょっともう自分でこの実況したっていうのもおかしくないないぞ。てか鳴ってる。もう左行けばよかった。けど頭ぶつけるから絶対嫌だ。あ、壊しちゃった。あそこ壊した。絶対食べよう。このゲーム勝った理由ほんまにあのゴールドポイントあったっけ、ゴールドコイン、あの任天堂のあれが期限切れるから言うて適当に安いやつ買ったんやけど、バチが当たったか。面白いけどしんどい。これ取れ、取れた。何そのすごい技。さっきどうやって取ったの？痛いよ。太陽だけに。しょうもないこと言うから。こんな疲れる実況ってあるんやな。取れへんし。登れへんし、まだこの先が何なのかまだ見てないのに、せっかく行ったのに、上がって登って、あ、上がって登った同じこと、上がって降りて、もう日本語がおかしくなる。オッケー、オッケー、早い、お前はなんや。遅刻でもしょったんか。乗り込む、駆け込み乗車はあかんぞ。なんかああいうやつ、あのマリオメーカーとかでおるような。クリア前に、クリア前というか初見殺し。やばい、動揺してる。あか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 、2、1、5、頭痛いな。多分痛いところで済まへんと思う。トゲに当たってるから それは何になるやろな。てかあれは太陽、取ろうとしたら短くなっちゃう。取れへんな。タイミング見よう。まずタイミング、めっちゃおかしなタイミングやね、さっきのは。逆に早く飛んで、あの高く最高点に行く前に攻めるかやな。どうやっていたっけさっきまで。いけた。それは飛びすぎ。嬉しさのあんまり飛んでもいいけど飛びすぎは良くない。走りすぎも良くない。ただ止まってくれ。止まりすぎもダメよ。オッケーオッケー。こいつ早いから、早いからって言うたでしょ。オッケー、ちょっとダッシュせずにしたら中途半端になる。いけるかな思ったけど、ここもうクリアできずにここで終わりますってないぞかもしれへん。なんでそこもったいないよ。何してんねん。
それは OK じゃないの。焦っちゃダメ、焦っちゃダメ、焦っちゃダメ、焦っちゃダメだ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 、逃げちゃダメだ、ふうに焦っちゃダメだ。でも10秒しかない、けど焦らないといけないけど焦ったらダメ。てかあそこ左側壊れんのね。てか壊れるブロックはちょっと薄いのね。今気づいたよ。よいしょ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 。ああダメだ、おかしくなってきた。人は同じステージを何度も繰り返すとおかしくなる生き物なのです。そこ止まって大ジャンプしたらいいだけなの。終わってくれ。よし、オッケー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 。大ジャンプして、そこ壊れるよう知らなかった。あーもうおかしくないぞ。この音楽が夢に出てくるかもしれない。 OK、 よかった。しんどい、疲れたよ。このピンクのやつは普通の足場でよかったの。ここは壊れるからって言ったよね。オッケー、危ねえ。あれは右にも行くの？急に方向転換しないで。けど上が気になるから。で下に行く、うまい。下手。ここどっちがいいのやろ。OK、 上崩さないと絶対に無理な気がするじゃんね。 OK、 とりあえずあそこで上壊さないと頭をぶつけるから上を壊さないといけない。じゃあの下の足場は何なの一体。3秒であそこ登れるかって言ったらどうでしょうね。そこダッシュしてほしかったな。コツは掴んできたぞーって言いたかったけど、コツは掴んでませんでした。嘘です。落ち着いてください、お願いします。誰に言ってるか分からんけど、落ち着いてください、落ち着いてください。本当に赤色のピクトさんお願いします。落ち着いてください。そうですそうです、そこも落ち着いてもらったら大丈夫ですのでね。3分じゃない、3秒あればいいですので。もう無理です、それはどうしようもできません。足場がなくなったらただの棒人間です。羽がなくなったらただのなんかなんちゃらみたいな。
止まらんでよかったよ、さっき危なかったよ。もうこのギリギリに星を置いたやつ誰やねん。そんなとこに置くなよ。オッケー、とりあえず40はいった。切りがええから50、とりあえず50までいこうかな。見てよこれ、48って死んだ回数。あそこどこやったっけ、一回ヨウさん死んだところ。あ、それでもそんな死んでないんか。あ、それ17やったんか。ここ48っていかれてんな。オッケー、50まで行こう。